グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。FW リオネル・メッシの有力な移籍先候補になったと見られるパリ・サンジェルマン、PSG は、来週、曜日の10日に、同選手の加入を発表する見通し、という、盛大なイベントとして、入団発表を行う計画だとも伝えられている。今シーズンの PSG の合わせはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を試し実施中、バルセロナ一筋のキャリアを過ぎしてきたメッシだが、昨季末までとなって契約が満了した後新たな契約を交わさず、断することが5日に発表された。マンチェスタ、シティア、ユベントスなども移籍先候補とって噂されたが、PSG が獲得に迫りつつあると盛ん報じられている。アルゼンチンの有力記者ベニカ・ブルナティ氏が自身の公式ツイッターアカウントで7日に伝えたところによれば、メッシが PSG の選手になるのは火曜日に発表されるのこと。さらに、彼を迎えるためエッフェル塔を特別デコレーションしてメガイベントを行うと同氏は述べている。PSG は2017年に FW、ネイマールをバセロナから獲得した際にも、パリの象徴であ、エッフェル塔にチームカラーである赤と青、ライトアップを灯し、塔に設置されたスクリーンで同選手の加入を伝えた。メッシに関して同様の計画を立てているのかもしれない。ブ・ナティ氏はまた、メッシの移籍に向けた状況について、PSG は、正式オファーを出している。唯一のラブであるとも述べている。PSG 側は契約を非常楽観視しているが、メッシ側はより慎重であ、決定を急いではいない状況であるとも伝え、いる。両。